どうもサンドイッチマンだってです。富澤です。始まりましたサンドイッチマンラジオやらせろです。始まった。この番組は FM 泉やキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp でございます。よろしくお願いします。お願いします。この間ね、久々に始球式やってきましたね。ああ、やりましたね、うん。見事にまた打たれましたけど。楽天生命パークでね、うん、イーグルス対オリックス、うん、バファローズ、うん、やってきましたよ。うん、なんか、よく投げれるよね、本当に。もうね、1年近くキャッチボールとかもしてなかったからね、大丈夫かなと思って不安だったんですけど。毎回ほら、練習すると肩痛い、肩痛いって言うじゃない。そう、うん、言うじゃない肩よくだ、うん。それがね、今回なかったから、うん、割と調子よく、投げれたのかなとは思うけど。投げれましたね。まあ、投球練習場でね、みんな大体こう、少しキャッチボールをして、肩鳴らして、うん、本番に備えるんですけど、うん。うん。よかったですね。ストライク入ってたんですか、あれ。ちょっとね、俺も内角えぐるっていう宣言をしたんですけど、うん、全然えぐってなくてね。まあでも真ん中の高めでしたね。まあね。うん。補填ヒットみたいになってました、ね。そう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 。だから、他の始球式なんか、俺ほら、J スポーツで全部撮ってるから、うん、他の始球式とか見て、まあ少年野球の子供がね、うん、投げたりとか、うん、あと会社の役員みたいな人が、うん、おっさんが投げたりとかするんですけど、うん、大体そのワンバンとか、うん、変な冒頭みたいな。もうそれと比べるとね、ちゃんと打てます。まあ過去変な感じにはあんまなってないですね。うん、うん。うんこの辺はすごいなと思うけど。いやー、福田周平選手、ね、オリックスの一番バッターが、パーンと打ってくれて。はい、いや、わかんないよ、だからこっち側もさ、打てるもんなら打ってみろみたいな、公式メッセージを出してるわけですよね。うん、で、楽天球団の小倉さん、担当の小倉さんに、うん、もし内々でね、うん、もし打てる球だったら、打っちゃってくださいって、オリックス側に言っててもらっていいですか、うん、って言ったら、あ、もうとっくに伝えてます、ね。打つのはおなじみみたいな。そう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 、うん。まあでもね、バットに当たってくれたんで。そうですね。まあでもその試合がちょっとね、見てたんですけど。ね、あれね。まあ、3-0。3-0、うん。いいとこなかったもんね、あの試合はね。なんかあんまりそんなちゃんと綺麗なヒットっていうのも少なく。そうそうそう。早川よくやってたんですけども。ね負けてしまいましたけども。だ絶対、あれ、ファンキー加藤さんのせいだと思う。ファンキー加藤さんですね。間違いなく。はい。あの人が来ると勝ってないじゃないですか。あの人が来ると勝ってないし、うん、そのあの人がほら、コンサートをするんですよ。試合後に。うん。で、まあ、なんだろう、イベントとして来たときは、必ず負けていると。うん、黒星の、球団公式の敗戦処理シーンがあってね。うん、あと一つとか言ってる場合じゃないと。でも、まあ、お客さんも結構残ってね、ライブも楽しんだみたいですけど。うん。うん、だから加藤さんともほら、会うじゃない、その楽屋とか近いから。うん、ちょっともう会うたびにさ、いや、もう、いや、いるし、絶対負けるじゃないですか、みたいな、うん。お互いに言い合うっていうね、うん。もうお互いそういう関係性になりましたね。なるほどですね。東京ドームで会った時も、いやいや、いるし、みたいな。また負けるじゃないですか、みたいな。選手同士でもないのに。立花社長の理論としては、うん、マイナスとマイナスを呼べば、プラスになる、うん。プラスになるんじゃないか。なってなかったしね。マイナスの事情になったってことだよね。本当に。いやもうだからそれがあるから俺は本当にあんま球場で見たくないのよ。まあね。うん。うん、でもね、別に、この間も神宮行った時は勝ったし、うん、あんまり、そんなに久々に負けたんじゃないかな。観戦しに行って。まあそう、来たからといってね。そう。全部負ける、全部勝つとかもないし。うん。だから絶対ファンキーさんですよ。全敗ですから。いやもうファンキー加藤さんですよ。俺はね。うん。うん、やっぱ生はいいなと思ったね。野球ね、楽しいね、やっぱね。うん、まあお客さんもね、うん、たくさん入ってましたし。そうそうそう。楽しいなと思うけど、うん、なんかやっぱり5回ぐらいにこう、抜かれるじゃないですか、うん、ビジョンで。はいはいはい。で、負けると、やっぱあいつ来てたからだみたいになるから、ね。うん、なりますね。だ行きたいけどなんか行きづらいなっていうのはあって。うん。うん、
僕も8回ぐらいで帰りましたけど。まあだから、よく言う奴らいるけど、うん、いやいやいや、来てない時も散々負けてるだろうと。こっちとしてはね。そうそうそう。うん、だからいいんですけどね。で、J スポーツでその日の録画を撮ってた絵見たの後で。うん、で俺がね、タオルを落として落っことしたのよ。それがもう全部つってましたね。落っことす瞬間も。あ、そう。そうそうそう。あ、そっから撮られてるの、ね、はい。で、あ、タオル落としましたね。実況に言われてましたね。完全に。あ、そう。そうそうそう。あ、そんなとこがタオル落としましたね。ドアップになってたから。その時。だビジョンで抜かれる時はもうすでに落ちてたのね。落ちてたね。そうそう。あ、そう、前から撮られてた。違うんだね。J スポーツのカメラとね。その日はほら、聖火リレーも。聖火リレー行ってきましたね。やりましたね。女川にね、前の日か、その前日かな。女川で聖火リレーを走って。まあ、ちょっと雨でしたけど。うん。うん、あの、金華楼で飯食ってね。うん。美味しかったですね。金華楼も。美味しいんだけど、なんか、甘めなんだよな、もやしそばが。あ、もやしそば食ったの、うん、うん。甘えなと思って。うん。ちょっと求めた味ではなかったんですけど。そう、うん、そうなんだ。うまかったよ。田中がまた、うちの田中マネージャーが山ほど食ってたからね。そう、それな。ええー。何食ってたの？なんかね、迷いますわーとか言ってメニュー見てずっと迷ってて、うん、ね、そんな食べたいんだったらいいよ、食べればいいじゃん。別にね。迷うやつ全部注文しろ。うん。で、僕は、あんかけ焼きそばを頼んだのかな。うん。で、田中が俺の隣面に座ってて、うん、まあ、なんですよ。油淋鶏好きなんですよ。とか言って。油淋鶏もうまそうやな。とか言って。あと何チャーハン、うん、チャーハンもうまそうっすね。とか言って。あと何食ったんだっけ、なんか、正式に食ったのが。なんか揚げ物食べてる。メンチカツじゃないですか。あ、メンチカツだ。メンチカツ。で、油淋鶏定食と、メンチカツ単品と、うん、あとチャーハン。うん。食べてるんですよ。まあまあの量ですね。いやいや、まあまあの量。で、最悪や、最悪や、食いすぎた、とか言って。いや、俺のせいみたいな。いや、油淋鶏以外全部伊達さんが頼んだもんですから。頼んでないって言いながらも、喜んで食べて、チャーハンうまいっすね。めちゃくちゃうまいっすね、こうチャーハンうまいっすね。そのコメントはさ、じゃあない、ないの？なしってことなのっていうことになるんですか？食べ終わった後文句言うってことは。うまい、うまいって食ってるくせに。うん、チャーハンめちゃくちゃうまいっすね、これ。うん、で、俺、少しだけチャーハンもらって、いや、美味しかったよ、すごく。で、あとこれ、全部いいんすかつって。なんか終わった後、ちょいちょい切れてんの見るけど。そうそうそう。なんなの？いや、よくわかんないよ。今日、こいつね、だから、田中払えってんの、払えた。あかん払えた。とか言うの。うん。あ、そうなんだ。つって、うん。今日なんか食ったの？もう、それがね、午後ですよ、もう。うん、今日なんか食ったの？何も食ってないんですよ。あ、じゃあ払えるわな。で、まあ、そんなこと言う食べ、いっぱい食べさせるじゃない。うん。年上だし。自分がアピールしてきてるわ。うん。いや、腹減りましたわ。もう、あ、死にそうっすわ、とか言うから。死にそう言うんですけど。ほんで、食べたら食べたで、今度腹いっぱいですわ。腹立ちますわ。適切な量。どうしたらいいか分かんないんだよね。こっちは。ね、うん。でもよく切れてる人っていうイメージですよね。うん、ね。うん。腹減って切れて、腹いっぱいになって切れるわけ。困りますよ。困るよね、これ、本当に。一回親御さんどこ返そうかな。一回ね、ちょっとおかしなことになってますよ。おかしなことになってますと。すげえ言ってきますけど。うん、どっちでも切れてるから。ニュートラルがない。ないんですよ。そんなぶち切れてない。よく見ますよ、切れてる。扱いに困りますね。本当に。電話しても出ないですしね。電話して出ないで変なとこで電話鳴らすよ。わけわかんないんですよ。そうそうそう。あんなに普段スマホ見てるのにメールして見ないって何なんだろうなって。じゃあ電話しても出ない。あれ、田中、何なんだよ。こいつ携帯なんか 2台持ってんの、ね、よくわかんないですよ、うん。何用か知らんけど。うん、2台持って2つとも出なかったわけ。うん。で、すぐ林さんに電話したわけ。うん。林さんいつも電話してるから忙しいと思って。うん。そしたらすぐ出てくれて。うん、で、林さんと喋って。うん。そしたらその40分ぐらい。田中から着信が後ほどね。いやあれ5分後です、はい、すぐ折り返しました。それも見ないじゃん俺はもう後に見るから、うん、そういうことがありましたけど、ね、で富澤はいつもあいつはもうメールしても全然連絡が来ない、あいつはもうダメだっつって最近なんかちょっちょっちょ無視するようにしてます、ね、いやだからこの間もほら
コント中ね、ただいまコント中、うん、富澤と二人だけの芝居というかコントがあったから、うん、ちょっとお前早く入って練習しようっつって、うんうん、で富澤に結構早めにね、うん、連絡したんですよね、うん、そしたら富澤から連絡と、いや田中に連絡してるんだけど全然来ないんだよ、ダメだで結局練習できなかったんだね。で、迎えに来てくれるから、うん、だからちょっと早めに入ろうってんだけど、うん、つってやってんだけど、帰ってこないから、うん、その時間過ぎていきますから。それはもう、それ。で、俺一人で入ってた。何してんの？あれ、僕すぐ返しません？多分。すぐ返してたら、俺らこんなこと言わないじゃん。メール送った時に僕、で、富田さんが帰ってきたから、それで、あ、ちょうど行ってますっていうやりとりやったじゃないですか。もうこれはもう、田中のお母さんに聞いていただくラジオですから、これね。お母さん、田中のお母さん、聞こえますか？注意してください。僕らではもう注意できないんで、お母さんの注意が必要です。収録中に目覚まし鳴らしたりするんですよ。夕方の。あれ、なんなの？桂文治師匠とのね。これしとかないと忘れるから、これ、いるとこのアラームなんですよ。何をしようとしてるの？いや、だから、あっこにメール送らなとか、あれ送っとかなとかの、忘れないためにっていう、なす。収録中に？いや、まあ、あれは、イレギュラーというか、あそこにいるつもりじゃなかったんで。どこにいるつもりだったんですか？いや、楽屋に来て、あれしようと思ってたんで。すいません。パニックですよ。まあ、いろんな人がいるわけで。世の中、しょうがないですね。その、うん、いろんな人いるから。ね。で、まあ、聖火リレーですけど、はい、我々と、あと、僕につなぐ、聖火を僕につなぐおっちゃんが、うん、女川中学校の、うん、小学校、中学校ね、一緒になってるんですけど、うん、そこの校庭を走るということになりましてね、うん、沿道のお客さんが集まらないようにということなんでしょうけど、そういう配慮で。うんうん、ただ、申し訳なかったのは、僕に聖火をつなぐ方っていうのは、もう家族がみんな応援しに来てて、うん、手振るっつってて、うん、家族来てんですけどね、僕も皇帝なんですよ。完全に巻き添えなんですよ。方に関してはね。そうか。そうそうそう。俺らがこっちだから。そう。なるほどね。俺につなぐ人がさ、要するに皇帝走って俺に来るから。そうすると、まあ俺とかお前はしょうがないじゃん、皇帝で。うん。そりゃ。うん、密になっちゃうからね。人いっぱい来ないように。まあ、そうそう、配慮して。まあ、それなくもそんな集まんなかったんですけど。うん。うん、で、富澤がその次に車椅子の、うん、聖火ランナーさんに繋ぐっていうところでね、はい。申し訳なかったなと思って、だから僕に繋いだ人が。家族、僕は来てるんですけど、ね、全然見えないとこ走るんですよ、ね、大体。あ、すいません、つって。だから、その、俺の後の人の車椅子の方も、うん、坂を登っていくんですよ。あれな。車椅子でね。いや。車椅子改造してさ、トーチをガチャンとはめて。はい、あれ大変だと思うよ。結構な坂よ、あれ。ね、申し訳ないね。そうか。俺らのせいでそうなっちゃったんだなと思って。ちょっと ね。申し訳なかったな、うん。でもなんかやっぱこう、トーチはさ、うん、僕らも随分前から、1年半ぐらい前から、まあ手に取ったり、うん、写真撮ったりしてるんで、うん、持ったことあったんですけど、うん、やっぱそこに火がつくっていうのはね、初めての経験で、うん、それはそうですね、うん、やっぱ今この世にこの聖火ってこれしかないんだと思うと、うん、ちょっとこう感慨深かったですけどね、うんうん、なんかガスコンロみたいのつけるから、まあまあ重い、2キロぐらいになるんですよ、うん、そうだね、うんうん、で工程をね、そう、土砂降りの工程を。いい工程だったな、あれ、グランド人工芝で。なんかちょっと若干怒られてるみたいでしたね。工程走ってこいって言われてるみたいなね。うん。だから女川の街を見て欲しかったんだけど、うん、見てくださいとも言ったんですけど、まあでもね。工程でしたからね。まあ、ね、うん、他の人は街を走ってたみたいですけど。そうそうそう、結構、NHK でさ、夜5分間の聖火リレーダイジェストみたいな毎日やるけど、うん、それでは結構ね、女川の、被災状況とかも映ってて、うんうん、まあ沿岸走る意味はあったのかなと思いましたけどね。うん、そうですね、うん。まあね、オリンピックですから、うん、もうやるわけでしょ。選手もね、続々と入国してたり、うん、してますし、ね、コロナが見つかったりしてますけど、うんうん、いや、まあまあ、やるとなればさ、うん、それはもう日本国民としては
日本代表をね、応援して、アスリートにさ、背中を押さなくちゃいけないわけでしょ？そう、だから、ね、バスで、その、中学校の校庭とかまで行くんだけど、うん、結構ね、お家から手振ってくれたり。そう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 。沿道でね、うん、人パラパラでしたけど、うん、結構笑ってね、笑顔で手振ってくれてたんで。いたいた。ああ、よかったなって、うん。で、賑やかにね、なんだろう、スポンサーのバスとかトラックがバーッと走って、うん、すごく賑やかな、うん。盛り上げてくれて。うん、聖火リレーでしたね。うん、うん、よかったですよ。中学校、うん、あれこれ、すげえ後ろから盛り上げる車来るけど、これ校庭入ってくるのかなと思って。素通りでしたから、ね。さすがに入ってごらん。うん、そうそうそう。うん、まあまあ、貴重な経験ですよね。こんなこと、だから生きてて3、4回ぐらいしかないよ。そんなにねえよ。どこのオリンピックだ聖火持って走るなんて。一回しかないわけですよ。生涯。でも家にね、聖火のトーチがありますよ、うん、あれ。やっぱりね、あんな手にできないですから。うん、まあまあ、高いんですけど、あれね、うんうん。買い取りでね。うんうん、あれ、まあ、ちゃんとなんか自分使ったやつもらうから、うん、その、焦げてるね、ちょっと上の方。焦げてる。火ついてるからね、一回ね。うん、だから子供たちにも見せたけど、うん、えぇ、ー、っつって、3秒ぐらいでね、うん、もう、どっか行きましたけど。いや、だから俺はほら、次の日、始球式だったからね、うん、うちの家族、実家の家族も来てたから、うん、じゃあこれは、じゃあうちの実家に置こうと。うん、そしたらうちの娘が、いや、これ持って帰るって言い出して、聖火、うん、東京に。家に、うん、うん、東京の家に。東京の家、マンションに。おいや、いらねえだろ、つって。いらねえだろ、もうあれだけ。いらねえだろ、もうあれだけですけど、その、実家のね、うちの実家に飾っとけば一番いいじゃない。誰かお客さん来た時とか。うん、うちに誰も来ないから、そしたら娘が、いや、持って帰る、つって。うん、じゃあ、自分で持つんだよ、つって、ずっとこうやって抱きしめて、電柱みたいな。持って帰った。持って帰るし、新幹線なんかもずっと抱きしめてさ。なんだ、気に入ったのかね。気に入ったのかな。まあ、そのまま袋も開けてませんけど、ね。見ろよ。持って帰ってきただけです。せめて見ろよ、そこ。そうそうそう。ね。まあ、ボンヤニーヌのロケもあってね、うん、石巻も行ってきましたね。うん。宮城津波伝承館っていうのが、オープンしてね。あれですか、聖火やったとこ。そうそうそう、うん。で、そこも行ってきましたけど。石巻市っていうのは震災で、どの市町村よりもやっぱ亡くなった人の数が多くて、3000人以上ですね、うん。で、その亡くなった方たちの名前がバーッとこう入ってある慰霊碑も、うん、まあ今年の3月にできてね、うん、そこで手合わせてきましたけど。聖火消えた場所でおなじみの、ね。おなじみのね、うん。うん。あそこもでっかい公園になってね、門脇南浜地区っていうのかな、うん、あの辺もすごく、立派な公園になってね。だから津波が来る前の写真とかもあるから、うんうん、あ、こんなに家ぎっしりだったんだ、この辺っていうのもわかるところですね。ね、うん。で、黒松の苗木がわーっと植えてあって、うん、まあ20年、30年すると、そこが森になるという、うん、まあ長期的な、うん、計画のね、うん、公園ですね。うん。うん、だからそこを行ってもらえると、その、いろんな場所のね、うん、情報なんかも手に入りますんで、うん、そこ一回行ってもらえるといいかもしれない。そうだね。うん、で、まあ10年経ったけども、うん、要するに、被災者の方々、うん、ましてこの間もね、お会いしました佐藤美香さん、うん、お子さん、幼稚園児の娘さんを亡くした方ともお話しさせてもらって、うん、まあ、その子の形見というものになるのかな、持っていたクレヨンだとか、うん、上靴だとかも、その展示してあったりする施設もあるんですけど、うん、まあ、その方の話を聞くとね、またなんかこう、なんだろうな、ついこの間のような感覚にもなるし、うん、もう二度とだからこういうことが起きないようにちゃんと伝えなくちゃいけないって一生懸命お母さんがね、うん、頑張ってる姿を見ると、うん、俺らもちゃんと伝えていかなくちゃいけないなっていう気持ちにはなるね。だ結構、火災でね、うん、亡くなっちゃってるっていうのもあるから、うん、ああ、そうか、そういう形もあるかって、うんうん。まあ、大川小学校もそうだけども、ちょっとこう、
学校の裏山に登っていれば、全員助かった命とか、うん、あの幼稚園のね、佐藤美香さんの娘さん、愛理ちゃんの乗った幼稚園バスも普段は乗らないバスで、うん、あの幼稚園にそのままいれば、津波は来なかったわけだから。高台だったからね。うん。っていう、なんかその後悔の念っていうかね、うん、やっぱそういうのはもう、至るところでありますね。なんか、ほんのちょっとのことで助かったのになっていうのがね、非常に無念ですけど。いやー、だから自分らも子供いるからね。そうね。という気持ちで今、語り部をずっとされてね、10年間、されてんのかなーって思うとさ、うん、なかなか言葉にできないものもあるんですけど。まあだからね、二度とそういうふうにならないように、そう。判断して動かないとっていう認識がね、うん、また出てきますから。感情の切り替え方っていうのはすごいね。うん、あれはできないよ、うん。だからそのお母さんにね、石巻離れたいとか思ったことないんですか、うん、って聞いたら、いや、でも娘がここで亡くなったんで、うん、一回もそういうふうに思ったことないですと、うん。その方は熊本出身なんだね、ねお母さんね。うん。で、熊本も地震あったんで、一回行きましたけど、うん、みたいな話してましたね。うん。まあ、だからその、両方のことを喋れるから、うん、って言ってましたね。ね。前もね。そうそうそう、うん。という、石巻ロケでしたけど。そうですね。あとあれですね、アルケッチャーのね。アルケッチャー。はい、うん。奥田シェフ。レストラン。レストラン。もう山形の鶴岡でね、うん、すごく有名な、レストランがあって、うん、地産地消の生みの親という、奥田シェフ、うん。もう有名でね、僕らもテレビでは何度も見ていて。うん、もう世界で活躍するね。世界の、シェフ1000人に選ばれた、うん、本当に日本が誇るシェフなんですけど、うん、その方が、石巻にお店を作って、うん、アルケッチャーの石巻って言ってね、うん、もうお客さんも混んでたね。なんか、ランチなんかは入れない。入れないですね、もう行列で。すごい本格イタリアンを石巻で食べることができるというね、うん、アルケッチャーの。お弟子さんがね、うん、やってました。そうそうそう。ね、もう右腕と言われている、うん、奥田シェフの右腕のね、ヒロシさんが。あんなに、ボケる感じなんですね、奥田シェフ。うん。すごい気さくでしょ、うん、奥田シェフが、うん。うん。面白いよね。途中からもう、あ、これは突っ込んでいい人だなって思って。そう、そういう雰囲気にさせてくれる人なんだよね。そうね。柔らかい。柔らかい。話しやすい方でしたね。うん、そうですね。うん。なかなかその、奥田シェフが石巻のアルケッチャーノにいる期間っていうのは、1ヶ月に1回とか、うん、もう、銀座とかにもあるお店とかね、レストランとかも。いろんな店舗あるからね、うん、回ってるらしいです、ね。そう、九州にもあるって言ってたし。うん、で、そんな中、一ヶ月に一回は来ようと思ってますとか言ってました。いろいろ食材仕入れたりとかしてるみたいですね。うん、そう、うん。ね。なんか楽しいね。お互いにいつか会うんだろうなと思ってましたけど。うん、そう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 。ついに会いましたけどね。会えてきました。うん。うん、いや、ぜひね、そこも行ってほしいですね、アルケッチャー、ね。またプライベートでもね、お邪魔したいなと思います。うん、はい。ちょっとメール一通読む。はい、メールどうぞ。ね。千葉県のはるかさん、ね。はい、どうも。聖火ランナーお疲れ様です。ありがとうございます。キャインポーズ可愛くて最高です。ああ。そう、当時渡すときに、ポーズしなきゃいけないんですね。うん、そう、ポーズして。で、何するって、じゃあ、キャインさんやろうか。うん。富澤さんの長野街を見てくださいという言葉、うん、あの距離と静かさだったからこそ、はっきり入ってたのは、入ってたのでは。はい。そして NHK のサイトに残ったのではと思います。うん、サイトを見たらね、ランナー、各ランナーの見れますから。うんうんうん、遠くの街を見てほしいという気持ちが伝わるお二人の聖火リレー素晴らしかったです。あ、よかったです。もう一周しようとした伊達さん可愛かった。ありがとうございます。距離が短いんだよね、一人。そう、あっという間だったら200メートルぐらいだからね、うん。始球式も伊達さんのフォームも流れも綺麗で、あら、聖火トーチは伊達さんも買い取りましたか。うん、グラウンドで聖火トーチを持ってる富澤さんかっこよかったです。うん、伊達さんの投球いい球を軽々投げてて野球のセンスがさすがだなと思いました。始球式の前に楽天のラジオに出ていたようですが、うん、どんな話をしたのかよかったら教えてほしいです。はいはい。同じ日にティモンディも始球式だそうですね。そうですね。甲子園の土を踏むという夢を叶えましたね。うん、サンドイッチマンの始球式を見るのが初めてだったのと、お二人の影響でティモンディも大好きになったので、個人的に熱い一日でした。
翌日の帰れマンデーにティモンディが出たのもとても嬉しかったです。また出てほしいです、うん。帰れマンデーの裏話があればぜひ教えてほしいです、うん。火曜日はバナナサンドとプロフェッショナル未公開スペシャル。水曜日はお笑い実力派の中川家スペシャルと贅沢な一週間でした、うん。テレビの前ですごいすごいとずっと言っていたし、うん、たくさん笑わせてもらいました。よかった、プロフェッショナルのお二人の感想やバナナサンドやお笑い実力家の裏話もぜひ聞きたいです。俊介師匠の二人はみんなを家族にしちゃう、仲のいい二人に挟まれるとあ幸せってなる、うん、というコメント、きっとその通りだと思います。単独ライブに行ったことのないのに恐縮ですが、ライブ DVD やイベントの中継を見たりお二人の番組を見ていてもそう感じます。ありがとうございます。いろいろチェックしていただいてね、嬉しいですね。うーん、あの、たまたま、プロフェッショナルのオンエアの翌日が、NHK で仕事で、うん、で、篠崎師匠が、あの、ガッテンの収録でね、いらして、はい、あの、ご挨拶させていただきましたね。うん、そうですね、うん。うん。いや、嬉しかったです、お会いできて。ね、うん。なかなかね、お会いできる方ではないのでね。うん。ティモンディもそうですね、帰れマンデー。すごいですね、ティモンディもね。うん、そうそうそう。帰れマンデーに来るようになりましたね、ついにね。カレバンでね。うん。あの時も雨降ってたんじゃないっけ、ティモンディ来た時ね。降ってたんじゃないかな。確かね。うん。雨多いんですよね。雨だらけで、毎回な。うん。雨男なのかな。でも、別にロケ毎回ではないけど、うん、だお風呂いただきますとかも基本的に雨じゃないですか。ずっと雨でしたからね。スタッフ誰か雨男絶対いるっつって言ってたんですけど。うん、そうだね。どうなんだろうな。俺たちなんじゃないか、実はね。ちょっと思いつつありますけど。ちょいちょい雨ありますか。うん。そうままさん。はい、どうも。初めてラジオにメールを送らせていただきました。ありがとうございます。43歳主婦です。はい。伊達さんの、膀胱癌のお話が時々ラジオでも話題として出てますが、ああ実は今まさに癌で1年前から闘病しています。うん。始まりは舌癌のステージ4。うわ。舌ですね、ベロ。はい。首のリンパに転移もあり、伊達さんと同じく死をも覚悟しました、うん。抗がん剤と放射線治療で舌がんは奇跡的に消えたんです。ああ、よかった。首のリンパのがんは残り、うん、今年の5月に再発して手術し、今も入院中で抗がん剤治療していて、病院からこのメールを送ってます。うん、ああ、そうなんだ。病院で聞いてくれてるんですね。うん、高一の息子が、はじめにサンドさんにハマり、うん、私にも勧めてくれて、私も動画を見るようになり大ファンになりました。ありがとうございます。ラジオが YouTube で聞けるよというのも息子に教えてもらい、うん、治療中聞きながらニヤニヤしていますサンドさんに元気をたくさんもらっていて感謝です。伊達さんも言っていましたが、癌はやはり再発や転移が不安な病気ですよね、うん、でも私も気持ちは常に前向きに明るく進むように心がけています、うん、何よりも自分で良かった、うん、もし息子が大病していたら絶対に変わってあげたいと思うと思うんです、うん、なので自分で良かった、自分は頑張れるという気持ちで乗り切っています、うん、病は気からは本当だと思います、はい、私も引き続き前向きに進んでいます、うん、伊達さんも前向きに頑張ってくださいね。もちろん富澤さんもお体に気をつけてください。はぁ、闘病中、闘病中、そっかぁ、いや、ぜひね、完治させて欲しいですね。そうですね。ほら、うちのおばさんもね、去年亡くなっちゃったんですけど、うん、その前に、舌がんになっていて、うん、で、もう舌が分厚くなっててさ、うん、よく喋るね、面白いおばさんだったんですけど、うん、で、舌がんだ、つって、最初口内炎だと思った、つって、うん、3週間ぐらいほっといたらずっと大きくなってきて、うん、調べたら、やっぱ舌がんで。病院行かなかったんだ。病院行かなかった。うん、で、南東北病院、郡山の、福島県郡山の南東北病院、東北にはそこにしかない、うん、施設があって、うん、その、癌を治す、うん、陽子線治療って言ったかな。で、そこを紹介されて、一人で郡山行って、うん、で、入院して、うん、で、舌癌をね、克服したのよ。うん。ほんで、もう、下もほら、切んなくて済んで、堀ちえみさんもね、舌癌なんですけど、うん、だったんですけど、で、堀ちえみさんは舌を切断しなくちゃいけなくて、うん、今お元気なんですけど、うん、うちのおばさんは切断しなくても済んだわけ。うん、で、治った。うん、すごいね、南東北病院って、つって、そしたらやっぱ転移してたんだよね。で、まあ亡くなっちゃったんですけど、だからこの方も本当に今病院治療中ですから、うん、ぜひ、しっかり先生の言うこと聞いてね、うん、
治療してほしいなと思います。そうですね。うん。頑張って、本当にね。気が滅入るときはぜひね。うん。YouTube とか。いろいろ見てください。見てください。僕らので、良ければね。ね。うん。ぜひぜひ。いや、だから俺も、ほら、癌になって、うん、なったからさ、うん、怖いよね。転移してんじゃねえかみたいな。わかんないからさ。もう、頻繁に検査行くしかないですからね、そこは。3ヶ月に1回行くしかないんだよね。うん、もう何年かもう行かなくちゃいけないから。うんうん、大丈夫だよ、俺はもう転移しないから。なんでそんな自信あるんですか？え？なんでそんな自信あるんですか？なんかもう、治った気がする。完全に。なんだっけ、アルケッチャーノの奥田シェフ、はい、風邪とか治すの、うん、なんつ海藻の海藻を食うとかなんつったっけ、何の海藻っつったっけ、赤目なんだっけ、赤目じゃないな、なんだっけ、なんか食ってりゃ治りますね、治るね、あれすっごいっつったな、海藻なんつったっけ、忘れたわ、何やっけ、ふのり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 食って、うん、熱い風呂入って風邪なんかも、一晩寝りゃもう次の日治ってるみたいな。半日で治るみたいな。ふのりらしいですよ、皆さん。ふのりが効く。ふのり。ね、言ってました。で、それが、三陸の沿岸、まあ、石巻とかでもよく取れるやつ。うん、だから、ふのり食ってくださいって。食おう、ふのりな。うん。もう一つ行きましょう、うん。熊本のレイナスさん。どうも。初めてメッセージを送り。ありがとうございます。熊本から。熊本在住の小学校教員です。あら、先生。先生ですね。私は病院ラジオをたまたま見てサンドイッチマンさんを知りました。ありがとうございます。決して楽観できるような病状ではない患者さんを前にされながら、決して暗くならない番組の雰囲気が素敵だと思いました。ああ病気のことよりも、お一人お一人の患者さんの趣味や考え方、生き方にスポットライトが当てられていたからだと感じました。ああ恥ずかしながら、私はサンドさんのコンビ名を覚えぬまま、お二人が出演されている番組をいくつも見ていました。お風呂いただきますもん、その中の一つです。ああサンドのって言ってるんですけどね。うん、お二人が誰かの話を聞かれる時の相手を大切にする姿勢が素敵だと感じ、憧れています。ゲストが出演する番組では、ゲストを立てようとして一歩引いている感じがあった、好きです。ああお二人の声を聞いてるとストレスも疲れも吹き飛びます。昨年は幼い頃から大好きだった志村健さんが亡くなり、うん、コロナ禍で旅行もライブにも行けず、うん、最近も大好きなミュージシャンがせっかく地元に来たのに諦めたばかりです、はいはいはい、あまり明るいニュースが聞けない毎日ですが、バナナサンドやお風呂、突破ファイル、博士ちゃんなどなど、一、うん、週間に何度もサンドさんの出演する番組が見れて幸せです。これからもずっと応援させてください。嬉しいわ。7月4日熊本公演を今から楽しみにしています。演歌歌手、引っ越し、アナウンス学院、長寿クレーム処理、数え切れないほどの動画を検索しては見ています。大好きです。ありがとうございます。追伸、先日、我実力派のナイツさんのトークで引退についてお話をされていたお二人ですが、うん、割と本気で65歳で引退を考えておられるんでしょうか、うん、志村健さんが亡くなり、もうテレビを見て大爆笑することはないと気落ちしていた私が救われたのはお二人のコントや漫才のおかげです、うん。だから健康の問題で無理になるまではお元気で活動してほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。熊本から。嬉しいですね。ありがたいね、本当に。結構見てるのに名前をなかなか覚えなかった。いやいや、いっぱいいるでしょ、そういう方はね。ね。ああ。こうやってね、覚えていただけて、いやーメールまでいただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、メールください。ぜひね、単独ライブにもね、うん、いつか来てほしいなと思います。はい。はい、さあ、これぐらいでしょうかね。そうですね。今日はね。うん。うん、また、イーグルスの浅村選手もね、ホームラン打ち出してきましたよ。あ、打ちましたね。うん。うんぜひ頑張っていただきたい。うん、本当に、ヒデちゃん。はい。28試合ぶりのホームランくらいだね。俺もね、気になる。聞いてよ。ヒデちゃんに、うん、何をなんで打たないのいやいや、なんで打たないのね。やっと出ましたっていうぐらいだから、やっぱ狙ってはいるんだよ、ね。狙ってはいるのかな。でも、ちゃんと打率は残ってるし。ヒット打ってるからね。ヒット打ってるし、打点も稼いでるから。うん。うん、実況なんか聞いてても、うん、ホームランは数少ないけど、うん、調子悪いわけじゃないですねって、解説も言ってるね。まあ、そうか。うん。だから大丈夫じゃないですか。試合もずっと出てるしね。うん、セカンドの守備うまいね、ほんで。実は、守備の人でもあるよね。でかいのによく動ける。うん、あんな体でかいのにさ。うん、この間もなんか、セカンドの、すごいファインプレーをして、うん、小深田にトスして小深田がファーストに投げるみたいな。うん中日のね、
何コンビでしたっけ？洗い場コンビがよくやってた、うん、あのプレー。わかんないですけど。わかんない、うん、あの、センター前抜けるぐらいの球を浅村選手が取って、で、自分がファーストに投げるんではなくて、うん、目の前にいた小深田にトスして、投げさせると。そう、小深田がファーストに投げる。かっこいい、ね。あれ、超かっこいいプレーあったよ。こんなん練習してんのかね。まあしてるかもしれないね。ああいう打球は。うん。でもそれがもう見事に決まる。しかも意図も簡単にね。へえ。うん。してもう小深田もう、パス受けると同時にも振りかぶってんだよ。もう、もらうっていうのは分かってるから。じゃあもう意思疎通が。うん。あの二遊間、鉄壁ですね。うん。うん。面白いですよ。上手です。ねえ、ぜひ、守備にも注目してください。じゃあ注目してみてくださいね。朝のね。はい。ということでございまして、また来週でございます。さようなら。サンドウィッチマンでした。